します。45分遅刻となりました。さあ、そしてあのお風呂マットですね。32号車だと思いますけれども、今、ポジションから支援がありました。というか、このマットは、後ろから飛び出してきて、危険物資。そしてまた爆睡テーブルから接触があります。スキーする車両に、まあ、しょうがないんですけど、ちょっと突っ込んでしまう、部分がいるんですよね。それとも、スピードも乗っていますし、ちょっとブレーキも難しいポイントだと思いますけど、今止まっていました車両は、すぐに、装置が発進しました。多分14号車。お風呂マットなんですけど、しつこいですが、奥の方にちゃんと挟み込んで乗ってください。あとですね、チームメンバーの方が乗っていて、もう間もなく、ご存知の時間になります。はい。少しは開けました。6番と7番とです。5番と6番とです。今、チームの時がペットインしてきましたので、繰り上がって、15番の固定レースのチームが1つと2つを上げまして、6番手にも動画をしました。今ですね、時間としては12時55分回っておりますので、この後12時55分から5分ほど経過しまして、チームが9時になりましたら、ガソリン、給油、落ちるということになりますので、各チームの皆さん、早めに入ると思っているところは、そろそろですね、そのサインの準備をお願いいたします。仕方が振られていますか？メインポイントに仕方が振られてますね。1コーナー？2コーナー？奥のところですね。普段止まっている車両があるので、結構、サイン上がってますね、ガソリンで。はい、12時57分になりました。残り時間3分で1時になります。残り3分になります。3分34分ラップタイムです。ほぼ遜色ないですね。トップ2番、少しここには
今大きな花が通っていますが、熱中症となっているんですね。3番と実験ナンバー3番がちょっとここ上がってるんですけど、プチリンシン C は5秒451に通過しています。プチリンシング C のベストは5秒054ということで5秒台ですので、今3番手にいるんですが、プチリンシング C が5秒台というラップタイム、そして2秒828です。はい、そしてそしてこのそのカートランドミターです。さあ、この2台です。いよいよカートランドミターが前に出てきましたが、ちょうど2周差というところですが、この後ろの絶景ナンバー1、ここが立ってますけど、そして今また最終セクションのところに1台ストップしている車両がありまして、後ろが通常しております。2周差がついているんですが、カートランドミカーのペースがいいです。3秒320。カラスが来ていますので、食事とかですね、この届くない届くないので、これに慣れている方はカラスを消毒に気をつけてください。また左奥のコーナーにスピンがありましたけれども、空気をすぐに補給しております。さあ、ということで、やはりですね、クロスの左側、右側、さあ、
30分を回りました。あと瞬間30分ほどとなっています。リーダー30分切ってますね。あと瞬間30分よろしくお願いします。下り奥のね、この補正というのがヘアピンのところなんていうのちょっとオーバーしているのが多いんですね。先ほどから見ておりましたが、ということで人生の皆さんが出していますラストタイムからお伝えをしていきましょうか。先ほど言いました SLL カートファイターズが4523系というのを少しと更新しています。まず1号車無事レースの時4568逆対象枠のカート戦、OB ミリグリーンズ5864カートランドでした4511のヨルタクラ9516ビールファイターズが5番手に来ています。田村レーシング、それから総合9番手に来ています。ブリーレーシング、この2台がフレッシュマンクラスの特徴数ということになっています。田村レーシングが今フレッシュマンのトップに来ているんですが、あと2回残っています。フレッシュマンクラスの2位家庭レーシング A もあと2回残っています。ドライバー交代があと2回残っているというのは、ちょっとここから順位が下がるということも考えられますね。そして総合、はい、30レースは残り1回になったということなので、これで、ここレースでちょっと順位下がりました。ですが、フレッシュマンの順位としては2位キープという感じかな。田村レーシングはまだあと2回残っているということですので、お早めにですね、ピッチャーの3分前になりましたらピッチングできませんので、それまでの間にピッチングをするようにしてください。